はい、どうもありがとうございました。2曲目は春とっていう、まあ、あの今風のお囃子で、明るく演奏させていただきましたけどね、こんな雰囲気もいかがでしょうかね。はい、あの私どもの会はですね、あのちょっと他の会と違うのは太鼓が手作りだってことなんです。はい、あのほとんど私が作ってるんですけれど、はい、あの、よいしょ、あの毎度毎度言ってるんですけど、あのこれが私が作ってる一番太鼓、小さい太鼓でございまして、あの中にですね、ヒマラヤで採れた塩の結晶が入ってまして、あのお清めの意味でですね、まあですが魔除けのお守りということで、幸福を呼ぶ和太鼓のお守り。もともと和太鼓っていうのは神様に願いを届けるために大きな音を出すものを作った、それが太鼓って言われてて、とても縁起のいいものなんですけれども、まあ、これをこうミニチュア版にしてお守りにしてみました。あの演奏終わりましたらですね、1個500円で、お分けしておりますので、もしご関心ありました方はあのここにこう並びますので、あそこにも日本語いくつか置いておりますけれども、よかったらあの見てやってください。はい、で次の準備、入ってますが、これがあのこのステージで最後の太鼓になりまして、今日はあの2つの太鼓のグループで4回ステージあるんですけど、最後の今日は全部同じ曲で決めてまして、東京都の三宅島で打たれてます三宅島の太鼓です。これはあの地元の太鼓っていうのはもう繰り返し繰り返し、シンプルなリズムの繰り返し繰り返しなんですけれども、低いところに太鼓を置いてこう真横から力いっぱい打つという大変個性的な太鼓なんですが、そこの中に自分たち流にいろんなバチさばきを間に入れてですね、曲として作っております。はい、これあのいつもこれ一番最後に何でやるかって言うと、これやるともう疲れて次打てないからなんですけど、あの一生懸命、全員で打ちたいと思います。で最後は東京都三宅島の三宅という太鼓を演奏いたします。よろしくお願いいたします。